農業高校万歳。頑張れ。いや、今年の甲子園大会もすごく盛り上がりましたね。秋田県の金足農業が見事な試合を見せてですね、全国の高校野球ファンを、感動の渦に巻き込みました。そして、約80年前ですね、この、台湾においてもですね、農業高校が、大変活躍いたしまして、同じように全国に、感動の渦を巻き起こしたということです。私は、それをですね、その鍵農林高校の足跡を追う形で、旅を今年したんですけど、この金足農業の活躍により、この台湾の鍵農林高校、さらに知名度をですねアップしたんじゃないでしょうか。くしくも今年は100回大会ということで、新聞にもですね鍵農林高校の紹介等がありました。ここどこだと思います？愛媛県松山市までやってきました。そしてですね、後ろに見えてるこれ、すごい今日風が強くて、強風波浪注意報、はい、見えますね、ボッチャンスタジアムって書いてますね。ここボッチャンスタジアムで、言葉をやるということは夏目漱石かなと思うじゃないですか。でも違うんですね、今日はですねこれとは違う、散々その台湾の紹介を今までしてきてですね、その中で、近藤彪太郎監督という方が出ました。その方の言葉をですね、一つやっていきたいと思います。見ての通りこの現地でですね紹介の動画を一生懸命撮ったんですけど、もうなんせ風が強くてですね全く聞こえないので、残念ながらナレーションでやっていきたいと思います。台湾の動画の中で映画カノというものを紹介しました。その主人公がこの方なんですね。俳優永瀬さんが演じていました。日本人の野球の指導者であって松山商業などを全国大会に導くと、そして映画カノではこの台湾の鍵農林高校を甲子園に出場させ準優勝まで導いた、そのエピソードを描いた映画なんですね。近藤彪太郎さんの言葉です。素読しまーす。いますよ。玉を追いつ、玉に追われつ、玉のようを追われて、玉に累積の下。もう一度いきます。玉を追いつ、玉に追われつ、玉のようを追われて、玉に累積の下。これは時世の句ですね。まさに野球と共にあった人生であると、それが存分に表された、歌となっております。この映画カノーが生んだ、日本と台湾の絆ということでですね、いろんなことが起こっています。この写真はですねこの石碑なんですけど、この鍵と松山に同じような石碑があります。これ先にできたのが実は鍵の方で、この映画をきっかけとして松山の方にこの玉は玉なりという言葉がついた石碑ができたということです。これも名言なので、また別の機会で、取り上げていきたいと思います。まだまだあります。この松山という駅名ですね、実は台湾と、日本同じ名前の駅があるんですね。そこに目をつけた、両者こんなことをしてしまいました。はい、駅の看板をちょっと細工してですね、お互いの、名前ですね、この読み方というか、そういうのを表示したと。でもあ、こんにちは、国旗も出てますね。駅長さんがニコニコとしながらですね、なかなか盛り上がったようです。そしてなんとなんとこの車両にも手を加えてですね、お互いの車両のカラーリングを交換して走らせたと。今もどうなんですかね、走ってるんですかね、ちょっと確認できないんですけど、いやなかなか派手な演出をしたと。相当な絆がないとこういうことまではねやらないと思うんですよね。いや大したもんです。はい、ということで近藤彪太郎監督、鍵農林がですねこの日台の絆をより深めるということになりました。で今回のこの大会の様子というのは、実は台湾でもニュース等で、多く、テレビ放送などもね、されていたようです。こんな風にちょっとそれの紹介を入れておきます。こんな風にですね、映画可能のこの一部映像なんかをですね使いながら、こう字幕だけ見ると金足の音ちゃんと書いてますもんね。こうやってちゃんと盛り上げてくれたということです。そしてこれですね、その日本の映像付きでちゃんとニュースで大々的に紹介してくれると、まあなんかこういうのも嬉しいですよね。玉を追いつ、玉に追われつ、玉のようを追わりて、玉
パーに遺跡の下、皆さんこれを機会に台湾カギに訪れてみてはいかがでしょうか。この100回大会を機にこの2つの学校がすごくリンクするというのは何かね、絆をですね感じずにはいられません。カギ農林高校、金足農業高校、この2つの可能の生徒たちが未来に、日体の未来に可能性を作ったということですね。最後は親父ギャグで終わります。